本日はクラブチームナンバーワンオール足利クラブの動画第2弾。本日取り上げますのはこの藁谷幸人選手、専大松戸高校から獨協大学を経て現在はオール足利クラブの不動の1番バッター。先日行われたクラブ選手権では14打数6安打と打ちまくり、チームを日本選手権へと導きました。そんな藁谷選手なんですが、特徴は広い守備範囲。そんな藁谷選手を中心にシートノックご覧ください。でよろしくお願いします。お願いします。よっしゃ、よっしゃみんな、今週大事な予選控えてるけども、まあ、通過点でしかないから、ただ今日の練習があっての通過点になるから、一球一球しっかりオール足利のノック見せたろうぜ。ノッケか。入った初めて来た人ですよ。初めて来て、みんなちょっと引いてましたよ今。そう。Let's go!
ちなみにこのわらや選手、ノックを受けてる時にお話を聞いたんですが、足は 50m6 秒3と速い方ではあるんですが、決して快速ではないなという風なタイムでした。なのに守備範囲が広い。聞くところによると、1歩目のスタートに全生命力をかけていると。さらにセカンドというポジション、後ろに下がっても一塁でアウトにできるため、その守備範囲というものをフル活用して守っているんです、軽快に語っていました。守備範囲は足の速さではないということを示してくれる、そんな我ら選手。引き続きノックどうぞ。クラブチームでありながら社会人チームにこう対抗しうる理由がちょっとわかる。ケースに隙がない。形式でワンアウト一三塁ねとかだけじゃない、打球来た瞬間ゲッツ4つもう自分でランナーイメージしてやったりする。より時間も限られてる中だったんで、すごい実践的練習が多かった。実践的でバッティングも長くないのよ、はい、すごい短い。ティーバッティングある程度やったらもう集中してパンパンって打って出していきます、パン。なるほど。やっぱそこの限られた練習での集中力っていうのは、ね、この学ぶものはやっぱあるね。お見知りおきよと。オールアシカが楽しみですね。アシカが楽しみ、いいですね。